皆さんこんにちは、はるです。今回は海外向けのパッキング動画を作っていきたいと思います。はい、今回から旅丸くんが一緒に旅行に行ってくれるということで、2022年ですね、明日から初めての1カ国目の旅行をしていきたいと思います。この動画が出ているってことはきっと無事に現地に着いたんじゃないかなと思いますので、ぜひ次の動画も楽しみにしていてください。私も YouTube を始める前から結構海外に行くことが多かったんですけども、海外旅行をしてきた10年間の経験を踏まえ、皆さんのお役に立てたらいいなと思います。はい、ということであと1時間しかないのでサクサクっと行こうと思います。はい、というわけで一番容量がでかいものからいきます。まずは洋服類なんですけど、私はこれを使ってます。ダイソーの洗濯ネットですね。ケースってこう結構深さがあるので、それに合わせて買ってます。こんな感じでマチ付きのやつですね。私今回5泊行くんですけども、だいたい5泊くらいだったら半分の2セットか3セット分くらい洋服があればいいかなと思います。ざっくり言うと色が明るい方が新しいやつ。で、色が暗めな方が使ったやつっていう感じで分けてます。私が今回行く地域ちょっと寒いんですよね。なのでヒートテックとかが必要なので、ヒートテックをこうやってボンボンって入れて持っていきます。今回はヒートテック2枚でいいかなと思います。あとはエミレーツの飛行機でもらったパジャマも入れていきます。あとちょっと隙間が空いたのでマフラーとかも入れていきます。下着、靴下、水着系はもう全部こういう布袋にまとめちゃってます。でもこんな感じでくるくるってして端っこに入れるような感じですね。でこれは使った服専用なので、ポンと置いておきます。で、洋服はだいたい3着分くらいかな。で、暖かいニットと、あと温度調節しやすいこういう薄いジャケットみたいなやつ。あとは、お部屋とか外でも着れるようなスウェット。あとは何にでも合わせやすい黒ニット。あと、海外に行った時って、何かしら、イベントとかパーティーとか、カジノがあったりとか、何があるかわかんないので、一応ドレスも持っていきます。そしてあとお土産とかをかさばるときって結構スーツケースギチギチのときあるじゃないですか。でそういうときのためにこういうまたダイソーの圧縮袋も持っていきます。はい、ということで洋服類は以上になります。であと私は洋服は自分で洗濯する派なので、これもダイソーです。こういうグッズを持ってます。でこれ10個クリップがついてるんですけども、洗って、タオルでギューって水気を絞って干した後に、私のおすすめとしては浴槽か、あとヒーターとか暖房があるところ、そういうところにこれでえいってかけておくと、もう次の日の朝には絶対乾いてます。でこれですね、これなんぞやって感じなんですけど、見ててくださいね。はい、ということでこれなんとハンガーになるんですよ。すごくないですか？でこれ結構幅が広いので、男性用とかでもこれ干せるんですよね。で、あとここに引っ掛けがあるので、女性アナの下着干したりとか、結構ね、いろんなもの引っ掛けて干せちゃいます。で、ちょっと大きすぎるなーっていう時は、これで子供服も干せるんじゃないかな。で、これはヒートテックを干すように一応2個持ってます。で、あとは節約の必需品ですね。自炊セットです。で、これもダイソーです。これは蓋付きなんですけど、どっちも電子レンジ OK、熱湯 OK のもので、私適当にこういう、今回はカップヌードルのシーフード味持ってきたんですけど、これを入れて、お湯に注いで夜食に食べるっていうような感じです。あと忘れちゃいけないのが割り箸です。コンビニでもらったやつとかね、こういうの適当に持っていきます。はい。では、スープの素も入ったので、これも入れていきます。はい。では次に美容シリーズですね。私ですね、最近すごいおすすめの乳液があって、この、鹿の乳液、結構有名ですよね。これ使い始めてからね、結構ニキビができにくくなったので、めっちゃいい香り。これを持っていこうと思います。これはまたダイソーです。わかりますか？結構柔らかめのボトルに、もうシャーっと入れすぎなんじゃないってぐらい入れていきます。これ私この鹿のシートパックも使ってるんですけど、これもまたねいいんですよね。ニキビができにくくなった。でこれもし入れすぎたなと思ってもボディクリームみたいに首元とか腕に塗ったりとか、あと帰ってきてからも使えますしね。なのでもう全然足りないよりかは入れすぎちゃうくらいがいい。今回半分くらい入れてみました。結構ね、こう飛行機って高いとこ飛ぶので、気圧でこうビューって出ちゃう時があるんですけど、それを防ぐためにこういう柔らかいものを使った方がいいかなと思います。で、最近クリームはこのチューンメーカーズっていうのかな、この原液保湿クリームってやつがすごいね、調子がいいんですよ、これ使い始めてから。なので、もうこれはもう指でごねごねせず、瓶のまま持っていこうかなと思います。あとですね、最近ね、めっちゃドハマりしてるのが、このラッシュのビューティースリープっていう、こういうね、よいしょ。あ、いい香りや。ラベンダーのザラザラが入ってるやつなんですけど、これ使い始めてからめっちゃ肌の調子いいんですよ。店員さんに一人めちゃくちゃ赤ちゃん肌みたいにツルツルの人がいて、何使ってるんですかって聞いたら、もう毎日これだけ使ってますって言ってたんですね。で、1ヶ月分で2,200円とかだったかな、忘れちゃったんですけど、これ使い始めてからね、化粧水とかの入りが全然違うんで、これも持っていきます。そして、案外忘れがちな、洗顔料。オルビス U のウォッシュ洗顔料ですね。これはなんだろう、アメニティかなんかでもらったのかな。これも調子よくて使ってます。で、日焼け止めは最近このコーセーのちょっといいやつ、1980円ぐらいかな。これを使ってます。で、あとは、エミレーツ航空でもらった、消毒ジェルですね。そして飛行機に乗るとき忘れがちなのが、もうこういう液体とかって全部こういうジップがついてる袋、ジップロックに入れないといけないんですね。ジップロックじゃなくてもいいんですけど、こんな感じでポンポンポンって広めちゃおうかな。日焼け止めはちょっと別にします。こんな感じでまとめます。で、これを、これももうねダイソーなんですけど、全部こういう袋に入れて持っていくっていうような感じですね。で、いちいちねこうやって開けるのめんどくさいので、もう現地に着いたらもうこの袋から出して全部こっちに入れちゃいます。で、お風呂場に行くときはこれごと持っていくっていうような感じですね。で、私、シャンプーとリンスも結構、持ち運ぶ方が好きなんですけど、私、後で髪切りに行くんですよ。で、髪の毛が減るので、こういうちょっと気になってたシャンプーリンス1個100円ぐらいなんですけど、何個か買ってきました。で、髪の毛が短くなると、これぐらいの人だったら、これって実はね、2回分ぐらい入ってるんですよね、全部。なので、1袋2日分として、買ってます。ちょっと多めにね。なので、今回はすごい楽ちんな感じです。これもね、ごさっと入れていきます。そして、メイク落とし。私は液体よりも旅行中はこういう拭き取りタイプがおすすめです。で、これもね、ダイソー。ダイソーほんとすごいんですよ。旅行好きな方、ほんとね、こういうものはぜひ活用してください。かさばらなくてね、液体こぼれとかもないんで、いいんですよね。あとはメイク道具。これもね、私ダイソーで200円ぐらいかなで買ったんですけど、こんぐらいの厚さで、透明で、おもろいのがね、ここに鏡ついてるんですよ。机汚いのバレちゃう。こんな感じで立てて使えるんですよね。で、ここの鏡を見ながらメイクができるっていう。机汚いですね、すいません。それで忘れちゃいけないのが、歯ブラシですね。もう普通の、電動歯ブラシは家にあるんですけど、こういった軽めのやつを持っていきます。今ピュオーラなんですが、私結構シュミデクトとか好きなんですよね。で、あとは舌磨き用のブラシ。もうこれ使い始めてからね、口のさっぱり感が全然違いますね。で、舌用のクリーニングジェル。そして、歯間ブラシ。これは、100均で買いました。あとは、このぐちゅぐちゅペーするやつですね。もう、こんな感じですが、もうまとめて入れちゃいます。あと、今回は梅粥を持っていきます。もうね、日本のお米食べないと私ダメなんで、これも持っていきます。あとは髪の毛を巻く用のコテ。あと、これは欠かせないです。ホテルのお部屋で、ドゥンドゥンするためのスピーカー。これはね、貴重品に入るんで、柔らかいこういう洋服があるところに置いていきます。あとは寒いと思うので、一応春カイロ2枚。あとは、お買い物とかするとき用にこういうエコバッグも持っていきます。すいません、もう髪の毛がね、最近バサバサすぎて、もう私がついていけてないんです。で、マスクは、これね、コーペンちゃん、これもダイソーだ。で、これにマスク入れていこうって思ったんですけど、私最近の流行りがね、こういうマスクなんですよ。細くって、こうアヒルみたいになるマスク。これが好きで、これ持っていこうと思ったらもう全然入らなかったんですよね。なのでちょっと別に持ってきてたこういうケースに袋に入れていこうかなと思います。お、ぴったりや。はい、こんな感じです。で、なんかこういうなんか細々してすぐなくなりそうなものはスーツケースのこういうところに入れます。はい、これでなくなりません。で、ちょっと今回ね、思ったより荷物少なかったので、この貴重品類、カメラとか電子機器がちょっとガチャガチャってならないように、上から洋服で蓋をしていきます。はい、ではパッキング終わりました。このあたりが洋服、食材ゾーンで、この下に貴重品。で、ここの、ベンベンのところにお箸とマスク。で、こまごまーっとしたものを入れてます。で、お土産は結構この辺りにしっかり入るので、人一人分ぐらい持って帰れるんじゃないかな。はい。では出ました。これもね、ダイソーです。本当に案件とかじゃないんですけど、これが、500円ぐらいだったかな。私がね、ちょっと、鍵がね、調子が悪くって、これ一応使ってるんですけど、最初に好きな番号、例えば000みたいな感じで、番号を決めたら、後ろにね、カチッてするところがあるんですけど、そこをカチッてすると、その番号で覚えてくれるんですね。で、その後にカチャンって閉めて、わーってすれば、もう開かないんです。で、例えばさっきの000ってした時は、ちゃんとカチャって開くような感じですね。で、これ暗証番号何回も変えれるんですよ。超優秀じゃないですか。最近これをね、愛用してます。スーツケース終わり。はい、では続きまして、機内に手荷物として持っていく分のパッキングをしていこうと思います。私ですね、じゃん。このリュックをいつも使ってるんですけど、これはね、メルカリで買ったかな。元値は多分1万ちょっとぐらいすると思うんですけど、もうね、見てください。もう、入れるところがね、たくさんあるんですよ。映ってるかな？これとか、こっちもあるし、ね、史上最高に多いと思うんですよね。しかも例えば、いっぱい入れたい時あるじゃないですか。そういう時はね、ここをね、伸ばして、最大限にね、リュックを大きくすることができるんですよ。こんな感じで。で、これが、機内手荷物持ち込みの、許容範囲の大きさっていうような感じです。ここにね、なんか出てきた。トリートメントが出てきました、髪の毛の。びっくりした。ラッキー。で、ここに、こうやって刺すところがあるんですけど、これはスーツケースの手に持つところ、ここにサクッとさせて、こうカラカラって一緒に持っていけるような感じです。で、逆にちっちゃくしたいなーって時には、こんな感じで。はい、薄くなりました。チャック閉めるとね、こんな感じになります。リュックがメインで使ってるんですけど、ここにも持ち手があるので、会社員の方とかが持ってるようなバッグとして使えることもできちゃうんです。このバッグやばいですよね。で、これにちょっと、詰めていこうと思います。で、まずは結構移動時間が多いので、ちょっと動画の編集をしたいんですね。なので、MacBook と iPad、これはですね、ここに入れていきます。パソコンをドーン、iPad をドーン。で、この私の好きなクリムトさんの、ファイルなんですけど、ここに、入国許可証的なやつとか、誓約書的な、なんか国バレちゃいそうなんですけど、そういうものを挟んでます。一箇所しか入れるところがないファイルがあると思うんですけど、あれ結構ね、チケットだったり、領収書だったり、切符だったり、ポロポロポロって出ちゃうことが多いんですけど、こういうタイプって出てこないんですよ。こう、折っちゃうから。なので、私個人的に、買うんだったらこういうタイプのやつの方がいいかなと思います。すぐ出したい系のやつは、ここですね。ここに入れます。はい、そしてあとは、こういう、ワイプ、消毒用のワイプがあるんですけど、これもね、多分機内でもらえると思うんですけど、一応念のため、こういうところに入れておきましょう。と、貴重品、もう一番ですね、パスポート、お財布、で飛行機で耳がバチバチならないようにガム。私は飴じゃなくて結構ガム派です。で、あとはこういう充電器系。こういうものはこれもダイソーや、こういうちょっとねマフマフした感じの柔らかいこうメッシュの柔らかい素材の袋に入れていきます。はい、こんな感じです。どうしてもね携帯とかパソコン充電が切れちゃうので、こういうものもしっかり機内持っていきましょう。あと私結構その海外旅行行く時って可愛げないもの持っていくことが結構多いんですよ。なくしてもいいものとか汚れてもいいものとか。でも今回せっかくなんでちょっと可愛いバッグも持っていこうかなと思います。ケイト・スペードのねなんかすごいトロピカルのバッグがあるんですけど、これをね全然使ってなかったのでちょっとこの子も持っていこうかなと思いますはい、というわけで私の海外用の5日分ですねのパッキングはこんな感じです。荷物何がかさばるかって一番服がかさばるんですよね。なので、自分で洗濯したりとか圧縮袋を持っていくとかすれば結構ね、私このスーツケースしか持てないんですけど、もっと一回り二回りちっちゃいスーツケースでもいけるんじゃないかなと思います。で結構ね海外行く時って何持っていったらいいのかなって悩む方多いと思うんですけど、まずはパスポート、財布、携帯があればとりあえず海外行けるんで安心してください。それ以外のものは家に帰宅してお仕事に行くまでに何を使うかなって考えて、例えば家帰ったらまずメイク落としするな、洗顔する、髪の毛洗う、体洗う、じゃあこれ必要だなとか、あとは寝る前に歯磨きするなとか、なんかそう考えてると、必要なものって自然とわかるかなと思うので、パッキングもね音楽とか流しながら楽しんでやっていただけたらなと思います。私のパッキングの中で何か一つでもお役に立てたら嬉しいなと思います。で私ですね新年一発目の海外旅行ということで、コロナ禍で不安なこともあるんですけども、しっかりね対策はしながら海外に行きたい方の背中をこう押せるような動画をたくさん作っていこうと思いますので、ぜひ応援していただけると嬉しいです。そして2022年の海外旅行ですね、最新情報見逃さないようにぜひいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。